皆さんこんばんは。どうも、キッタメンド花新館さんでございます。春の中、皆さんありがとうございます。というより、今日は、次郎さんも、嬉しいながらですね、これね、うむ、出ました、うむ、な感じで、今日は、次郎さんに譲ってもらったギターを久しぶりに出して弾こうと思います。よろしくお願いします。
ここでメンバー紹介していきます。ドラム、クマさん。最近僕に対してすごい厳しいです。昔からそうかもしれない。僕の勘違いかもしれない。そしてベース、ベルト・ヘンドさん。エンドさんは比較的優しいです。そして、最近僕の不倫関係が噂されているギターのヤス君。で、金太郎です。よろしくお願いします。では、さっき、伊達先生もやってましたけど、次郎さんの名曲すぐに聴きたいと思いますが、その前に一つ、次郎さんと会った頃にまだこう2人ともフォークギターを弾いていて、次郎さん、ちょっと今度レッスンでライブするんだけど一緒にやろうと言ってくださって、じゃあすぐに野球やろうよで、当然練習すると、いや、最初に運動会でもやって練習すると、で、運動会って練習場です。ほんなら、女子大生かわからない学生の子が、女の子が目の前にそのずっとこう聞いた時なんですよ。でも、曲終わったら、すぐに行ってしまった。Yeah.
違う違う、そのペカ奥さんごめんなさい。奥さん。奥さん。行きましょう。行きましょう。行きましょう。Thank you.
ってもう飲みとかしょうがねえんだから。もう飲むよ。お前すみません、ありがとうございます。もう少しだけ。
皆さん。